はい。ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。え、先日ね、あの、ゲームラボを えー、年末年始2024発売された時にまあ僕はねあの 3DO のね32ビットの、えー、先駆者 3DO の記事を書かせていただいたんですけども僕が書いた記事じゃないんだけどこのメガドライブ特集の中に天元のマニュアルというねあのコーナーがあってまあそこではねあの天元のマニュアルが面白かったよっていうのがね載っててまあそれに対して一応僕もあの当時のね紹介動画の中であの 実はね、天元のタイトルメガドラでここ特集されてるけど、PC エンジンのやつが実はあの日本の国内の家庭用ゲーム機の市場では、えっと、PC エンジンのクラックスがね、先に天元のマニュアル、天,天元がクラックスを PC エンジンに足して、そのマニュアルの方が先にね、その面白の あの、エピソードがあったってことは、話をしたんですけど、まあ、実際のところ、いろんな取扱説明書に、まあ、面白いものがあるので、ちょっとね、一応、ゲームコレクター酒館の、まあ、面白認定トリセツという感じでね、あの、紹介をしていこうかなと思ってます。まあ、一応、いきなりハードル上げてんだけど、まあ、なぜハードル上げてるかっていうと、まあ、それはね、ちょっと、ここから入りたいんですよ。今回紹介するのがね、スーパーリアルベースボール、9あ88。 これね、あのー、まあ、こう、クロマティさんがいたりね、まあ、12球団の旗があったりね、ま、いろいろあるわけですよ。まあ、ちょっと時代的背景の話をすると、えっ、ー、と、ファミコンではね、最初にベースボール、ニンテンドーがベースボールを出した。で、えー、ナムコが86年の年末にプロ野球ファミリースタジアムを出した。で、あと、まあ、そうだな、ジャレコからモイロプロ野球が出たりとか、えー タイトルから究極ハリキリスタジアムが出たりとか、まあ、みんなねなんかプロ野球のモチーフにしてたりまあま,まあまあまあ、まあまあ、プロ野球のタイトルがもう思いっきりついてる場合もあったりするんですけども、あのー、基本的に全部あのー 許可取ってないんですよ <laughs> まあ今のね、今のプロ野球ファミリースタジアムっていうかファミスタとかは撮ってるんですけど、当時はまだそういうのがあんまりこうね、浸透してない時代というか、あの、なんか、これ、 プロ野球っぽいチーム名なんだけど、選手名もなんかちょっと違うなみたいな。でも能力的には、あのプロ野球選手のあれと同じだよね、とか、まあそういうような感じ、まあ推測が立つぐらいのキャラクターが活躍する、まあ、野球ゲームがそれぞれ出てましたと。だから、んこれはどうなんだろうって感じで、まあ要はあの、ね、まあユーザーが、 想像してプロ野球だと思って遊ぶんだけど、でも、でもプロ野球って書いてあるじゃん、みたいなね。まあそういう、なかなか怪しい時代だったんですけども。まあそれに対して、このね、ちゃんとこう、黒街使ってて、で、12球団の旗子を出してて、まあ、権利、まあねある、あるわけです。権利みたいなもの。権利、権利だね。みたいじゃないね。で、ここに何が書かれてるかっていうと、 このゲームはプロ野球12球団からチーム名、選手名の使用許諾を得ています。ということで、だから、使用許諾を得てるよって歌って、まあ当然だからこそかできるんだけど、だからこそできるんだけど、まあね、あのサッカーなんかだと、あの、特定の選手に許可取ってるだけで、まあ、 実際の選手、あのチームとか関係ないとかいうやつもあったし、まあ野球でもいろいろそういうのあるんだけど、まあとにかく、クロマティーだけじゃなくて、まあ12球団もちゃんと許可取ってて、あの、やってるよっていう、まあそういうファミコン史上初めての、あの、スーパーにリアルなベースボールだったわけですよ。うん、で、まあ一応そういう許諾ね。で、あと、ここビッグエッグね。ビッグエッグの許可も取ってるから、まあ東京ドームですね。だから、こう東京ドームの中の撮影をしてるという。 まあそういうような、もうバンバンこうね、今までの野球ゲームより俺がリアルだってこうね、アピールするようなパッケージだった。まあこれもパッケージの面白な,なのかな。まあまあいいんだけど、一応こういうゲームがあって、いかにリアルかっていうことはわかると思うんですよ。で、ちゃんと許諾も得てるんですよ。ただこのゲームはね、パッケージの方でやらかしがあって、ここにね、なんて書いてあるかっていうと、プロ野球12球団面白認定ゲームって書いちゃったんですよ。これもう一回読みますけど、 このゲームはプロ野球12球団からチーム名、選手名の使用許諾を得ていますって書いてあって、チームから、球団から、あの、許諾を得てるのはチーム名とか選手名なんですよ。決してね、面白さを認定してなんかいないんですよ。ただ、許諾を得た時点で、まあ面白認定しちゃったことになってる。ここは多分ね、あの、なんですよ <laughs>。これ訴えたらどうにかなるんじゃないかなって気がするんだけど、まあ今更ね、 30年以上前のゲームに、まあ当時のね、球団関係者も今残っている人ほとんどいないと思うんで、球団にね。あの、それで、ね、いや、お前面白認定したのかよって言ってもわかんないと思うんだけど、でも多分してないと思うんですよ、12球団は。12球団はあくまでも、えチーム名と選手名を使うことを許諾したのであって、面白さを認定したわけじゃないと思うんですけど、でもこう書いてしまったわけですよ。だから僕も、今回僕のこの取扱説明書を紹介する動画は、今後、 あのゲームコレクター酒館の面白認定取説みたいな感じでねやっていこうと思ってますはいまあそういうことでねまあ面白認定って書くばねまあとりあえずあのその前にね誰がどう言ってようとねあの本当に面白いかどうかはあやふやなんであのここでハードル一生懸命下げてるわけなんですけど、まあ、一応面白認定取説っていうのを紹介したいのでえっと一応取説をね見てみようかと思います ということで、まあ、取扱説明書。まあ、ちゃんと東京ドーム、あのキャ,キャラクターがいますと。で、一応ここにはね、プロ野球12球団公認ゲームって書いてあるんですよ。面白は書いてないんですよ。ここはね。ここに書いてあればいいのにね、なんで書かないのかな。まあまあいいんですけど。で、中を見ると、まあ1ページ目、どんなことが書いてあるかっていうと、 この度は、バップファミコンゲームソフト、スーパーリアルベースボール88をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。スーパーリアルベースボール88は、プロ野球12球団が、球団名、選手名とも、すべて実名で登場するのをはじめ、あらゆる面においてリアルさを追求した、これまでにない野球ゲームです。だから、任天堂のベースボールも、えー、ナムコのファミリースタジアムも、 ジャレコの燃えろプロ野球ももうダメ <laughs> ダメリアルじゃないこっちはね選手名を使ってるし球団名も使ってるしあらゆるね意味においてね意味って書いてあ,るあらゆる面かあらゆる面においてねリアルをね追求したんですただここねあの見逃しちゃいけないのが追求をしたんですよ、ね、追求をしたけど 実際ね、結果が伴っているかどうかは別問題。ただ、追求はしたんです。 ここはね、忘れないでほしいんです。で、えー、プロの、あ、て、<laughs> プレイの前に、ぜひ一度、この取扱説明書をお読みいただき、正しい使用方法でお楽しみください。ともあるわけですね。まあ、まあ、これだけ、こう、大見を切ったわけなんで、<laughs> まあ、どんだけリアルかっていうことになるんですけど、で、まあ、ちょっとね、その後、コントローラーの説明とかね、画面表示について書かれてるんですけど、ここ見るとね、ホームラン数、え、打率ホームラン数は、 えー、っていうかあれかバッターの打順ポジション名前打率ホームラン数っていう、まあ、これねあの画面にどう表記されてるかってことなんですけども打率、ホームラン数は62年度実績に基づいていてますこれは、えー、と88って言ってるけどもまあ88年に出てるんだけどただその使われてる選手の成績は,は、えー、と62年だから1987年。 にに基づいいいてて作られているととうことになりますで、ちょっとね、パーっと最後の方のページを見ると、最後じゃないな。えー、っと、チーム紹介を見ると、一応ね、セントラルリーグとパシフィックリーグが載ってるんですけど、これ、セントラルリーグはセントラルリーグなんですけど、 パシフィックリーグは、パシフィック中黒リーグで、これ、この違いよくわかんないんだけど、これ正式なのかなよ、よくわかんないけど、ここも巨託を置いてるのかよくわかんないんだけど、まあ、そういう違いがあって。実際収録されてるのは、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズえー、広島東洋カープ、ヤクルトスワラーズ、横浜太陽ホエルズ、阪神タイガース、えー、西武ライオンズ、阪急ブレイブス、日本ハム、 日本ハムファイターズ、南海ホークス、ロッテオリオンズ、近鉄バファローズということで、まあいろいろね、今の人がね、当時を知らない人から見ると、え、その、え、近鉄バファローズってとかね、いろいろあるんだけど、まあまあ、そういうのもね、全部ね、当時のリアル、まあこうもリアルですよ。でまあ、ここ紹介はいろいろ書いてあるのはまあいいとして、ただね、 あ、ちょ、ここに一応書いてあるんだ。各球団のベンチ入りメンバーは六十三年三月、あ、違う、五月一日現在の元も,もの、えー、に基づいています。まあ、要は、六十二年、千九百八十七年のデータをもとに作ってはいるんだけど、 一部の選手はやっぱり引退したりとかいない場合もあり得るじゃないですか。まあ、逆に新規に入った人は多分、あの、その、前年度の、もしかしたらメジャーリーグの成績が入ったりとか、まあ、高校生だったら、ま、わかんないけど、そういう新人だったりするとまた違う入れ方してるのかもしれないけど、ともかく、ベンチ入りは、えっ、ー、と、88年。 の5月1日で、えーと、ホームランの数は87年の最終成績みたたいいなな感じになっていましたとでここのね、これは全体的に取説ページ数少ないし、そんなに面白いって感じのないんだけど、ここを見たいんですよ。えっ、ー、と、判定その他について、これ大事ですよね。だって、リアルを追求してるわけですから。なのでね、ちょっと読んでいきますね。フェア、ファールの判定は、ファールの時だけファールの文字が え、画面に表示されます。何も表示されないときはフェアです。セーフ、アウトの判定は、アウトのときだけ、アウトの文字が画面に表示されます。何も表示されないときはセーフです。まあ、基本的には、あの、まあ、通常プレイね、あの、大丈夫なときには全部、特にこう表示されないよ。で、それ以外は、アウトだったりファウルだったり、こう判定出るよってことですね。まあ、リアルです。ホームランの場合は、 その文字と一緒に打球の飛距離が表示されます。まあ、これがリアルかどうかわかんないけども、飛距離が出ると。で、ゲーム終了後、セレクトボタンを押すと、画面が再びスコアボー,アアボードに変わり、試合経過を見ることができます。まあ、まあ、これリアルかな。うんえ。パリーグのチームとセリーグのチームで対戦する場合、 ををにににすするるととと両チームとも DH DH なななりりはくますまあ当時はねまだあの交流戦とかなかったんでまあちょっとこの辺はうーんちょっともしかしたらあのシリーズかな日本シリーズの時の状況なのかなこれうんわかんないけどはい <laughs> まリアルなんでしょうねで 1P 対コンピューター戦の攻撃中、コンピューターが守備側でフライを打ってタッチアップせずにホームに走塁した時、コンピューターがランナーにタッチ、もしくは三塁に送球しないことが稀にあります。リアルですね。こんなことがあるんですね。 いや、プロ野球の試合で見たことないけど、こんなことあるらしいんですよ。で、この場合、試合の進行が止まってしまいますので、リセットボタンを押して試合をやり直してください。<laughs> リアル、まあ、まあ、リアル、プロ野球でリセットをされた試合って見たことないんですけど、<laughs> ね、これだけこうね、 大見を切ってね、こう、リアルを追求した結果現れた答えが、あの、ちょっとダメな時にリセットをしてようっていうことになってて、まあ、ちょっとね、こういう、この1点においてね、すべてがこうひっくり返されるんだけど、まあ実際のところ皆さんこのトリセツ見てなくても、プレイをしてみると、まあ、リアルが、リアルが面白、面白認定されるかちょっとわからない部分があるんだけど、まあ少なくともトリセツだけ見てると、 なんか、面白いやらかしてるなっていう感じのが伝わったかと思うので、ぜひ、プレイはしなくていいので、一応取説だけで皆さん持ってる方はチェックしていただければと思います。あと、できればね、そのプレイを本当に再現していただけるといいんですけどね。はい。ということで、えー、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やってほしいというのがありましたら、コメント欄に書いてください。あと、動画の拡散、えー、SNS で拡散をよろしくお願いします。ということで、以上、酒館でした。